緊張してきました、マスター。あと4日ですよ、あと4日。あら、もう4日後なのね。月日が経つのは早いものだわ。国宝さん、時間の経過は高速に近づかない限り一定ですよ。そういう意味ではないわね。あ、すみません、年を取ると体感時間が短くなるという統計が。そこまでの年でもないかしら。確かにつくよみさんよりは年上なのだけれど。4日なんてあっという間ですよね。今の会話の流れからすると返しにくいけれど、そうね、すぐよね。国宝さんはマスターと会ったら何がしたいですか？そんなこと考えたことも。まあ、いろいろと話してみたいわね。気になることもあるし。月読さんは彼と会ったらどうするのかしら？もう、大好きなマスターとイチャイチャしたいです。はあ、この月読の大好きをマスターは認めてくださるでしょうか？ちょっと引くわね。どうすれば。そうね。じゃあ4日後までに教えてあげるわ。はい、よろしくお願いします、国宝さん。そろそろ時間みたいね。4日後あなたに会えるのを楽しみにしているわ。マスター、4日後です。よろしくお願いします。